はい、皆さんこんばんちは、元気かしらね。今日はハッピーハッピー土曜日っていうことで、またショットガン今回も紹介していくわよ。まあショットガン全般に強化が来まして、まあ単発系ショットガンデビュー投稿でやっぱり BY15 がやっぱり一番強いかなと、マッチプレイヤーで。でもって連射系ショットガン見ていくと、なんか結構バランスが取れてきて、どれが一番強い弱いっていうのが決めれなくなってきてるのよね。ただ唯一今シーズン強化も弱体化も来てないショットガンといえばこれですね、 R90。 まあ強化されなかった理由として、 R9 はねもうすでにね、もう最高の域に達してんだよね。つまり最強っていうことなんよ。こう環境武器たちがいる中でも、環境武器がワンサか CBR4 ビースキーパーマック10がいる中でも、これ最多キル取れちゃうのよね。でもうちょっとマッチが長引けば50キロいけたかなっていうぐらいかね。うん。で、訓練場でこれ見ていくと、まあ、これね、やっぱ R9 はね、ちょっと、腰打ち向けじゃないのよね。まあ、3メートル以内ぐらいなら、ま、ワンパンできる可能性もあるんだけどね。まあ、5メートル以上離れていくと、やっぱりエイム打ちした方が確実にキルはできるわね。10メートルでもエイム打ちのぞけばワンパンキル。で、ちょっと距離を置いていっても、2パンで敵をキルできてしまうって、これぶっ壊れ武器なのよね。まあ、BY15 も、ま、エイムさえしっかり合えば、19メートル、18メートル、ワンパンできるんだけどね。まあ実戦でワンパンできるかって言うとはできないからね、うん、やっぱり R9 でツーショットでその遠い距離を抜いていくっていうのはやっぱり理想かしらね。ほんでもって、まあ積んでいくスコストなんだけどね、やっぱ低スコストで固めてもいいんだけど、まあ R9 はね結構高スコストを出せる感じなのよね、立ち回り的にね。だから私はね、まあ UAB は必須として、まあプレタービサイルとスウォームでいいかしらね。それではランクマッチ見ていきますわよ。高評価チャンネル登録お願いね。はい、マップはシュートハウスで、もうこのマップはね、もうリスポーン管理ができているチームが勝つってね、もうデータが出てないけど、まあ、わかるの。まあ、リスポーン管理、すなわち、リス狩りも含まれているからね、どんどんリス狩りしていくわよ。私がこのチームを勝利に導いていく。なんたって私は、R9 世界ランカー最高5位。まあ、しっかりこの R9 の射程もやっぱり注目してほしいわね。この距離もね、普通にね、ワンパンできちゃう。やばくね？こう10メートル、今多分10メートルぐらいかしらね。うん、10メートルワンパンよ。で、まあ、単発決勝とかでも10メートルワンパンはね、簡単にできちゃうんだけど、まあ R9 はなぜやばいかというと、これがね2発連チャンできちゃうんだよね。まあインターバルの速い BY15 でも、まあ可能っちゃ可能なんだけどね、まあ、R9 の連射速度やっぱかなわないんだよね。まあ簡単に言うとね、単発系ショットガンに生命保険がかかってるような感じかしらね。うん、まあ実際いるかいないかは別として、あ、いやいや、やっぱりいる。さあこっちからちょっと上がっていきましょうかしらね。まあ R9 でもね、やっぱりね射程距離長いからね、こういう風に上からでもしっかり狙っていけるんだよね。ほんと思って上なんかから近めかファイヤーでどんどん勝っていきましょうかしらね。こいつカット、あ、カットされた。いやもう本当にね、このチャカメカファイヤーね、めちゃんこ強いだよね、今シーズン。なんかね、キネティックアーマーが弱体化されて、まあ、まあ、当たらないんだか、こう、プリファイヤーの2択になると思うんだけどね、まあ、グラビティスパイクだっけ、なんだっけ、グラビティの頭とも出るやつなんだっけ、まあ、あれもね、まあまあ、3発に増えて、まあ、強いんだけどね、結局、あれ、トロフィー高いちょっとね、マジでね、無効化されちゃうからね、あんまり強いと思わないんだよね。というのも、最近ね、EU サーバーでもね、まあ、ちゃんとトロフィー置く外国人人気がね、増えてきてんだよね。だから、なかなかね、投げ物が刺さんないのよね。サーバーとか刺さってるけど。さあ、拠点なんかカバーしに行くわよ。なんか敵がね、当たらねえ出してるからね。これ気ぃつけたいわね。コンカッション投げて刺しといて、ここで、オッケー、当たらねえカットしていく。ここでもう一人カットしていく。いいね。ワンパンカット。ここでもう一人、今日こいつ読み合い。ここで、ガー、はい。どうも、東大元暮らし中の吉野です。ここから敵をカットします。ダイスカット、1カット。そして、なんか敵が、こっちいる。こっちこっちよ。おいるるるるるる。さあ、第二陣プリファイア出していきましょうかしらね。ここで、ミクトをカバーして、敵をどんどん買っていくよ。まずは1カット、そしてこっちか来てる。どっちだ ?2 カット?いいね。リスポーンはちゃんと把握してる。こっちか来てる。3カット ?4 カット?キットカット?5カット?いや、めちゃめちゃ気持ちいい子で、なんかもう殺虫スプレー巻いてる感じね。もうね、キルつくやばさねえんだよ。え、なんだって。え、発射て!いや、待って待って、これやばいでしょ。やばい。キルが止まんない。これできる。キュータテ!キュータテ!やばかかるの。まずはプレーターミサイル出して味方をカバーしていきましたよ。ここ2人来まで2人をここでカットしていって、いいカットで、ここいいカットでからの中央を上がってて、味方を勝ちに導くよ。この拠点がラスト。さあ出てきなさい、私の獲物。ここで勝利をつかむ。いやー、もうちょっとマッチが長引けばね、50キロいけたんだけどね。まあこれはいいでしょう。もう久しぶりに行くわよ。高評価、チャンネル登録、Twitter フォローお願いね。さあ、2試合目はバーカウントね。このマップ、なかなか、まあ難しいんだけどね、ショットガンとってはね。まあ意外とショットガンマップになりそうでならなそうな感じのマップよね。まあ本当にね、敵にうまい AR、SFG いたらね、マジでリスカリメタンコされるからね、まあショットガンが刺さりそうで刺さらないマップよね。まあ本当立ち回りによる。ということで、完璧な立ち回りを私が見せていく。ここで角待ちしてるんですよ。ここでカット。あれ当たらない。これ、あれ、ゴー
まあとはまあ普段キネティックアーマー使ってる人もね、これ見てちょうだい。ピュリファイアーの強さをね、見てみてほしい。本当にね、強いのよ。まあ世界大会とか JGL とか、まあいろんな大会あるけど、まあそこで禁止されちゃったらやっぱり厳しいけどね。使えないんだけどね。どうなのかしらね、バンされるのかしらね。まあ、ランクマッチャーなりも禁止されないからね、どんどんカリカリしていこうよ。リスポンガリ、やっていく。オッケー、助かった。からのちょっとプレターミサイル出して、敵がね、多分ね、強ポチ取ってるからね、あそこにいる人たちをちょっとね、カットしていきたい。ここで。ここめっちゃ強いからね。オッケー、ナイスカット。これめちゃめちゃいいカットでしょ。で、味方が拠点の方に入ってるから、あとは拠点の周りをカットしていく。こっち来てるわね。うん。しっかりマップを見ていこう。しっかりマップを見て、EUB じゃないわ。UAB、EUB ってのが違うんだよね。EUB ってなんだっけ？前は近接行こう。UAB をしっかりマップで見て、しっかりここでカットしていく。いいキャラコンで。まあ、R9 でもしっかり近距離に入ってしまえば、この R9 めちゃめちゃ強いからね。ワンパンできるからね。本当にね、SMG がめちゃめちゃ大好きそうな距離をね、ワンパンとかね、ツーパン完全にできちゃうからね。なんかちょっとこっちいるわね。ちょ、味方苦戦してるから、ちょ、こっち行こうしら、カバー行こう。うん、オッケー。うわ、いるいるいる、宅急便のお兄さん。よし、このタイミングでサーモン出していくー。ちょっと今のは無謀すぎるでしょ、さすがに。あたきはサーモン出した瞬間に鉄砲弾食らえてね。これはまさにもう、キタピーよりヤバ足りねえよ。いや、もうまあ、キタピーのヤバさはね、もう世界中有名ね。うん、イギリスでも、私のオーストラリアでもね、もう、ピーの話はね、もうピーだったからね。本当に。PP やったわ。よし。まあ、あと1ポイントで勝利だからね、しっかり拠点入っていって。固まった、固まった、固まった、こずれて、あ。さあ、こうなんか後ろいるわね。こいつをまずカットしておいて、中入っていこう。オッケー？よーし、いいわね。36キル武装してるわね、一人だけ。さあ、最後のマッチ見ていこうよ。このマッチでみんなとお別れで、寂しいかしらで。うん、寂しい。可愛いわね、みんな。じゃあ最後まで私の動画見て、高評価いっぱい押して、次の動画を楽しみに待っててちょうだいね。え、もう全裸 M 字改革してて、我慢汁いっぱい出てて、もう待つことできないって。あんたもっと我慢しなさい。ド S のよしのり、ド M のあなた、しびれたわね。さあ中央見ていきましょうかしらね。こっちなんか、あ、いる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 、怖い怖い。え、マリーナ、なんか、たまたまだ、あさっての方向行ってたね。からのコンカッションでカバーしといて、ここで上行って、ここで中距離してできるよ。どんかでワンパンクしていく。いや、無理か。ああ、ちょっと惜しいな。で、一回こっちクリアリング挟んでおいて、こうだよね。ってことはこっち、いる？え？さあ、あと3ポイントで、私たち勝利で、とうとうと勝利を掴みに行くわよ。敵をね、楽にしてあげる。ま、完全な勝者の余裕ってやつね。うん。ま、簡単に言うとね、大人の余裕。それ、あるでしょ？ま、それと一緒よ。よし、勝ったわね、GG です。ということで今回の動画は以上よ。高評価、チャンネル登録、お願いね。バイバイキーン。